じゃあ、テスト固めされた時からのエスケープを。まずこういうふうに肘をこう取られてると非常にやばいので、まずエビを使って体を反転させます。こういうふうに反転させて、肘を引っ張られないようにマットにつけると思います。でこうなってくるとこっちの手でこれを押したりとかこっちの手で手を返したりして逃げること。